俺たち幕末アカデミアです。いやー犬さん、はい、ついにゲーム実況第2弾、龍が如く維新極み極み。いやもうこれはね、もう前々からロバートが俺にやれやれ、やらせたいやらせたいってずっと言ってくれてたゲームだよね。そうなんですよ。いやもう改めましてちょっと自己紹介しますよ。私あの声優やっておりますロバート・ウォーターマンと申します。そして、作家兼企画家の坂本犬之助です。幕末のこといっぱい書いてます。こんな僕らがあの幕末アカデミアという幕末の面白さを皆さんに配信するというこのまあユニットですよね、やっておりますけども、まあそこのゲーム実況動画でついに本当に幕末のゲームやろうじゃないのって。本当にまあ今もね、光栄の信長の野望新生パワーアップキットでね、幕末の人物をゲームに400人ぐらい投入してね、幕末転生企画はやってますけれども、その素の幕末ゲームね、一切僕らが手心を加えてない幕末を題材にしたゲームやろうじゃないので、2024年ライズオブザローニンが出ますよと、まあ、前回もちょっと言いましたけど、前回というか前も別の企画でも言いましたけど、あのなんですけどちょっとあれスティームにまだ来ないっぽい。そうなんで、なんか PS5 オンリーかどうかわからないけど、現時点の情報では PS5 だと。そうですね。で我々の収録環境の機材的に PC のゲームはいいんだけれども、 PS5 のだけのゲームとなるとちょっと取りにくいんだよね、うん、そうなんですよ。なんでちょっとまあ次元限定、次元独占のことをちょっとまあ願いまして、その間にちょっともう一本幕末ゲーム、じゃあ維新極みやろうじゃないのと思いますよ。いやこれは極みの前のね、龍が如く無印維新の頃に俺も買ってたんだけど、はいはいはい、まだね時間がなくて全然1ミリも触ってないし、パッケージも開けてないの。もう何よりです、うん、あの龍が如く維新自体はもう大体10年前、2014年に発売。そんななるか。なんですよ。なんだからその時点での、まあ、世間のブームってちょっとこうなんか龍馬下げがあったりした時期じゃないですか。そうだね。ちょっとあとね、10年ぐらい前となるともうほんと重箱の隅をつつくようなね、なんかこれはフィクションだとか、うん、これは司馬太郎が勝手に作ったとかつって、龍馬大した人物じゃないみたいな下げ方がネット界隈であったけれども、まあ全然間違ってる。そうなんです、うん、でそんな中日本には英雄がいたってテーマで発売されたのがこの龍が如く維新極みなんです。そういうテーマなんだ、はい、じゃあ龍馬はしっかり英雄ヒーローなの。そでそれをまあこの僕クリアしてるんですよ両方とも。ほんほんほん。龍が如く維新での、まあ、龍馬の描き方というものに私はちょっと非常に感銘を受けまして。ほう。なんでそれを、この一緒にやってる坂本犬之助さんという方はもう龍馬大好きだと。大好き。で、龍馬に関しての本も書いてると。もう幕末に関しての本もいっぱい書いてると。いう人ですもんね。うん、です。そうだね。まあ、いくつかもうねやった仕事は結構忘れちゃうんであれなんだけど、うん、覚えてるところでいくと、あのまあ本の署名で言うと幕末新聞という本を書いてまして、そうですね、幕末のこう何日何日の新聞形式にしてこういろんな幕末の人物の事件をね、そう、もともとは歴史新聞シリーズってやつで、あの例えば戦国時代とか三国志の時代に現代の新聞があったらどう報道されるかみたいな、うん、一種のパロディ書籍なんだけれども、まあ史実のことは本物の史実を書いて、それを全部新聞の体でやると。だから4コマ漫画もあるし、ああいいですね、連載小説もあるみたいな、であるいは広告も入るみたいな、うん、でそれが全部幕末とか戦国でそれぞれパッケージされてて、でその幕末新聞っていうのをはじめ、まあ、歴史新聞シリーズ何冊か書いたんだけど、その幕末新聞も書いてまして、これがね本当に手前味噌ながら、あの書評はすごい高い評価いただいたし、ああ何よりです。なんか新聞も朝日とか読売とかあったかな、すごい高評価で、新宿の紀伊国屋書店ではね月刊ランキングに入ってて、すごい売れましたね。でその後コンビニ版っていうか新装版っていうのも出たりして、まあそういう本とかね、とか最近論文も書いてるんですよね。そう、あのアマチュアの幕末研究グループに所属してまして、でそこでもまあ最近はその自分でテーマを、うん、あの徳川政権ってそんなに悪かったのかっていう、そのぶっ倒さなきゃいけないぐらいその悪の塊で、徳川のままだったら明治維新はできなかったのかっていうようなテーマが最近、そうですね、いわゆる薩長史家による、まあ、幕末の明治維新というものは果たしてどう正しかったのかどうかっていうところですね。そう、面白いところもいっぱいあるんだけれども、うん、やっぱり他のこのアカデミアの動画でも、あるいはその舞台でも散々言ってることなんだけど、ね、その偽の旗金旗を偽造したりとか、その孔明天皇とか明治天皇の名前で実は本人が全く関与してない天皇の勅書を書いちゃうとかっていうような、その詐欺なやり方で維新やったのはもったいないよねっていうのがあって、ね、うん、孔明盛大に堂々と
国を変えればよかったのに、そういうなんか詐欺的手法で現代日本のスタートがされたっていうのがどうにも悲しくて残念でね。ところが徳川もいっぱいいいことやってたぞみたいな、まあ論文書いたりとか、あとはね、そんな硬いのばっかりじゃなくて幕末キャラクターファイルっていうのも書いてまして、これは、ね、そう、志士を一人一人ね、あの何十人も取り上げてて、ショートストーリーでその人物が一番輝いたその瞬間を物語仕立てにした。だから見開き2ページで一人の人物の、ね、ステータスとエピソードとみたいな、そんな感じです、ね、そうそう。であのゲーム攻略動画本のキャラ紹介編みたいに、うん、その能力値とかパラメータ化したりとか、あるいは流派とか剣の流派とか学問の系統っていうのを全部そのカテゴライズしたりとかっていう、解明派とか、そこのどこどこ塾で学んだとか、そういう、ね、そうそうそう、あと誰と仲良かったとか、 あるいはその同時大臣の言葉でどう評価されてたかとかっていうのをなんかまとめたキャラクターファイルっていうのも非常に好評で、まああとはあれだね、歴史群像とか、そうですね、歴史読本とか歴史雑誌の幕末記事だね。そう、まあ、そんな、もう今聞いてて分かった通り、犬さん幕末大好きで詳しいんですよ。はい。まあ、それは、自信があります。その人から見て、この、まあ、言ったらとんでも幕末ゲームと思われてるような、龍が如く維新極みですよ、うん。これ楽しんでる様、どこを、これいいじゃんって思うところっていうのを、まあ、皆さんに見ていただきたいなと。うん、この龍が如くファンからしたら、龍が如く維新はもう龍が如くとしては楽しいですよ、うん、すごくいいゲームだと思って、これが果たしてもゴリゴリの幕末ファンにいいって受けられるんじゃないのっていうのが僕からのレコメンデーでしょ。なるほどね、うん、じゃあそういう忖度とか遠慮なしに、俺は単純に面白いかどうかとか、うん、今すごい気になってるのはロバートがさっき言ったその龍馬がヒーローとして描かれているという、うん、そのヒーローっぷりっていうのをぜひ楽しませてもらいたい、ね、そうですね、龍馬像っていうものを楽しんでいただきたいなと。だけどさ、ロバートがその初見で楽しんでくださいよって言って、はい、いや俺維新無印もあの買ってて遊んでなかったけれども、極みもつい先日買って、はいはい、ロバートがギフトで送ってくれたけれども、それすら触るなって言ってたじゃん、はい、だから俺もうすごいワクワクして早く遊びたい。ぜひぜひ、じゃあやりましょうか。やりましょう、早速やっていきましょう。ではゲームプレイに参りましょう。はい。で、何しろね、そのオープニングムービーから初見のリアクションを取りたいからって言われて一切触ってもいないので、うん、操作方法からですよ。全然最初からでいいですね。最初からでいいです、ね、はい。おー、かっこいい。これ龍馬？これ龍馬です。じゃあ難易度選択だけど、そうですね、初級、中級、上級、達人、維新っていうのがあるけど、これ。あの、僕としてましては、維新絶対おすすめしないんですけど。しないの？なんで？クリアデータで、要は強くてニューゲーム推奨の難易度なんで。あ、じゃあ、それ一回クリアしてくれていいか。普通に僕、おすすめは中級でいいと思います。中級。なんかこの維新極みのセガのプロデューサーさんの記事読んだけど、はい、なんか、よくわかんないけど必殺技が出やすく、極みで出やすくなったりして、なるほどなるほどって言ってたけれども、中級でいい。あ、全然中級でいいと思います。具だってもストーリー楽しめなくなっちゃうじゃないですか。あ、そうか。そうそうそう、俺のアクションがそんな上手くないだろうと。いやいや、レベルイングめんどくさいだろうという。じゃあ中級でいきます。はい、ちゃっちゃ。慶応3年11月。おー、これ龍馬が暗殺されるじゃん。冒頭そっから行かないとね、やっぱね。マジで？これ真島の兄貴でしょ。まあ、真島の兄貴なのかどうかはもう、沖田の兄貴ですけど。沖田の兄貴？沖田総司？はい。真島が？美少年でしょ？どこが？超美少年じゃないですか。なんか新選組だな。まあ、誠とか背中には本当は入れてないけどね。わ、はい、かりますよ。対番号が振ってあるね。あ、本当？じゃあ長倉か、この2番。そうですね。え、一番左は誰だ？一番右が沖田だよね。はい、なんで関西弁なんだろう、長く。真島だからです。あ、真島か。これもしかして大宮？はい。新選組が切り込んできた。関西弁じゃん。ここは私たちに任せて、君も行け。土方さんですね。土方。これ起きたでしょ。お、上の階や、新選組が暗殺すんの。まあね、一人称ですから誰が暗殺するんですかね。あ、俺はあの3人の誰かでもないのか。はい、始まったか。
俺も龍が如くは結構遊んでるけど、はい、最近のそのナンバリングの後ろの方のやつはやってないから、キャラとか俳優が出ても分かんない可能性があるから教えてね。もちろんもちろん。探してるよ。お、銃を撃ってきた、龍馬だ。うわー、切られた。額ではなく胸を切られた。まあ、果たしてこれが龍馬なのかっていうね。そんなとこからどういう話なんだ。龍馬じゃないの。でももうこの門所も龍馬だし、これ中岡か。そうですね。不思議な話もあったもんやな。これ俺違うか。時代を動かすはずの男が誰、時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはず。ほう。もう一人の自分に切られること。どういうことや。なあ坂本。マジ龍馬さんよ。なに龍馬が新選組の制服着て。そうっす。龍馬とおぼしき人物。おぼしき人物は大宮だしな、はい、ね、初見で見てって言ったでしょ。なるほど、意味が分かった。維新の英雄坂本龍馬の暗殺よりわずか数年前。ほう。この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって、まあ264、5年な、うん、ま、だが死者誤入静寂は突如現れた異国の黒船によって。そうね、破られる。ペリープチャーチン。巨大な文明力を持った異国に対し幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。直前のね、欧州平八郎とかもありましたからね、うんうん、無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。なるほど。まあ戦国のようにという意味ではないけどな、うん、まあ戦国に憧れた人たちがいっぱいいたっていうね。これが声の人たちか。声の人たちですね。中野、マジで中野秀夫、小山力也、うん、おお、長倉か。竹田竜さん、竹田寛龍さんよ。いいでしょ。すごい狙い。お、山寺さんが新堀ですね。あ、西郷さんはもう、いや他の人見てなかった、ね、お、安本さん、まあ、こんなそうそうたるね。小沢仁志が、小沢の貸したろうか、小沢の貸したろうの兄貴が、顔もやっぱそんな感じ。小沢さんす。そうなんだ。パクロミさん夫婦でね。あ、そうか。そうだ、ヤメネさんご夫婦で。パクさん誰だ。あ、中村獅童なんだ、土方、はい、パクさんは音瀬です。あ、音瀬か。あ、よくし、よしのぶね。おー、いや俺はパッケージってか、はい、そのゲーム情報、雑誌とかウェブでも入れてなかったから、こう配役とかキャスティングも知らなかったのよ。そうなんだ。龍が如くセブンの後に発売になってるんで、一部キャストが変わってたりとか。無印版だと船越さんが確か近藤先生。船越誰さん。栄一郎さんが。あ、本当。まあ、近藤勇だったと思います。へえ。だいぶ前ので記憶が薄れてますが。船越って言われちゃうと幕末の芸術家船越守るかなと思って。そんなことない。大将土佐だったん。そっからやるんだ。ね、楽しいでしょ。楽しいけど早やりたい。1年ぶりの土佐だと。みんな元気にしてるだろうか。剣術修行から帰ったぐらいだな。ですね。俺はどこに行くんだろうな、分からんな。普通にまっすぐ歩いてていただけたら。お、呼ばれたよ。多分てんてんてん出てる人ですよ。ぶつかりまくってる。久しぶりやね、坂本さん。ねえ、今戻った。剣術修行はどうやった？ノルではいい修行させてもらった。龍馬すっかり標準語だな。キリュウちゃんですからね。それほんま？
そうか、桐生一馬か、はい、桐生一馬ですね。どういう意味だってね。ほんま修行せんと女の尻ばっかり追いかけやったやがないが。でもそんな暇なんてなかったよ。果たしてそうなんでしょうかね。ねえ。冗談やって相変わらず坂本さんは真面目やわ。真面目かな。まあね、おねしょはしてましたけどね。いつか痛い目あっちゃう。そうですね。やっぱ土佐はね、上司下士の間でのね、身分差っつうのがね。そうね、ひどいからね。ちょっとぶつかっただけでみんな痛い痛い言うな。あんまぶつかないだろ。竹地先生、そう、竹地に会いたいな。アギに会いたい。お、なんか進んだムービーっすね。工事場か。昨日はプジャンと言ったそうやろ。よいしょ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 。あのオープニングにどうつながっていくのかな。ドキドキですね。おつ、どうしたの。おつ、ポンポンペインですね。誰か、誰か、お医者様はいませんか。どういたがぜ。わしゃ医者じゃ、見せてみ。つい先ほどから急に腹を押さえて苦しみだして、こりゃいかん、盲腸かもしれんちや。当時盲腸って言ったのかな。まあいいや、まあ、そんなこと無理しないですから。乱歩医師か直せんしろ。いや、手術だよ。そんなとにかく急いで運ぶがぜよ。おい、誰かこの子を運ぶの手伝ってくれんか。あ、上司様じゃ。タイミングが悪いですね。こんな時に何ちゅうことぜよ。まあね、龍馬は豪士だからね。そうですね。おつ、大丈夫かい。おつ、ちょまん、何をする気ぜよ。待て女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐ乱歩医のところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しくださいませ。そら大変な話ぜよなあ。おお、大変じゃ。肉肉しげな顔してんな。長州系のコンセルね。長いんだ。アラノフの病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに、そんなに上司様は偉いのですか。何、私は大津藩の出です。ほう、隣だな。この土佐藩の豪士のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。おいおい、抜いちゃうのかよ。ちっちゃいですね、人間がね。風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対、わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。素手で。
さ。いちいち俺を苛立たせる。な、何者ぜよ恩師。土佐藩合祀、坂本龍馬。合祀じゃと？合祀の分際で恩師や。こいつの顔いいな。いいっすね、なんかこのデブの方。島袋で可愛いです。俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を説いても通用しない。おんしゃこうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。まあ龍が如くの世界観だ ね、 そうですね。ただ誇張しすぎた土佐ですからね。まあ本当誇張はしすぎている、はい、いくら上司でもね。上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺しでもしたら仕返しにこの町ごと焼き払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも捨て頃で女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい。ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。一番ぬるま湯の説はあるんですよね、まずね。はい、いや、お金持ちの家で次男坊でバトルですか。そうですね、こっち捨て頃ですから。X で連撃なのそこですね。いいですね、わかりやすいチュートリアル。下のチュートリアル終わるまで奴らは絶対倒れてくれないという優しいね、サンドバッグ仕様ですね。思う存分お試しください。やった、見事無地図でいきゃ、ね、連達このような感じでね。なるほど、上司様に歯向かってしまいましたから。もう往来へ。おいおい、えらいことぜよ。ほんまにやってしもうたちや、あの兄ちゃん。答えな。そこで言うか、突然の。俺だって分かってそんなに答えてないけどね。この土佐で一番答えてんだこれ。上司に逆らったらどうなるかな。はーはーつったもんな。ここにいる誰よりずっとな。何事だ。ああ来ちゃったよ。お仕置き。すぐ脱がされますから。そうなの。江戸から土佐に戻って早々、なんであんな真似をした？あ？どうして下級武士の分際で上司に立てつくような真似をしたのかって聞いてんだ。あ？標準語だな。いいか、江戸帰りで忘れちまってるなら思い出せ。ここ土佐で身分は命より重い。理由が何であろうが、相手が女子供だろうが、上司に逆らえば罪になる。まあそれは事実だったろうな。江戸じゃ剣を修行したそうだが、それも水の泡だ。上司に手を挙げれば全て終わり。お前に待っているのは死罪だ。早いよ。龍馬も分かってただろうにな。土佐を恨むんだな。そういうことで脱藩じゃないけどな。何と言った？あんたも俺と同じ合祀だろ。合祀ってだけでバカな上司にも頭下げなきゃならない。あんたは悔しいと思わないのか？でもこれ突き詰めたら今のサラリーマンも同じだと思うけどね。うん、まあ、上司の字が違うぐらいですね。うん、そう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 。一緒にするな。俺は白札合祀だ。武市と同じだね。合祀ごときと同列に語るんじゃない。
お前ら豪士は道端の石と同じだ。蹴られても捨てられても文句は言えない。そこまでだ。誰だ？ん？お前が言うところの石を蹴れる側の人間だ。何？まさか。江戸に負わす大殿、山内陽道の懐刀。とでも言えばわかるか。東洋ですね。東洋が龍馬を助ける？吉田東洋様。悪いがこの石ころ、わしの方で引き取らせてもらう。ですが、しかし。わしがこの土佐で最も規律に厳しい男だということを知らぬわけではあるまいな。それはもちろん。裁きとなる前にこの手で殺したいのじゃ。この無礼な石ころをな。承知つかまつりました。なるほど。澤部拓馬のエピソードにちょっとまあ、かぶせてるんですかね。かぶせてるかな。坂本龍馬。いや、我が息子よ。は？は？とんでもっぷりがすごいな。とんでもでしょ。まあまあ。で、周りの人は知らないわけ、これを。まあ、実施というか、おやっさん。ないですね。うん。何も言うな。今他の老番に見つかったらことが台無しだ。今すぐ着替えてここを出ろ。でもどうやって？心配ない。出口まで人払いしてやる。だが短い時間だ。急げ。はあ。詳しい話は後だ。お前はここを出たら町で腹ごしらえでもして、その後隠れ家に来い。ミッション了解しました。うん。忘れたのか。響き。わしたちが何年も暮らした塾のことを。江戸の一年ってな、ずいぶん長いらしい。場所は町のやつにでも聞け。これか。そうですね。まあ、ティップスが。言語士塾と聞けばわかる。わかった。吉田東洋のおやっさんと呼ぶ。まあこの吉田東洋役のあのモデルがあれですね、東条会の龍が如くでいうところ1のおやっさんですね。そうだったっけか、はい、ちょっともう忘れてるな。桐生一馬の、まあ、育ての親というキャラクターを配置してるので、まあおやっさん。なるほどね。飯でも食べて、で塾に行けって。うん、なんかありましたね。いや、これも入れとくか。え？ああ、びっくりした。一体何をしてるんだ。何か後ろめたいことでもしていたようだ。ああ、とんでもねえ。そんなことないって。いや、何ね。あの、この壺に俺のいらないものを入れてたんだよ。俺贅沢だな。隣でプロの声優が。誰かの役人でも立てばいいなってな。俺もいらないものを捨ててるだけだけどな。そうか。こうして蓋をしとけば犬にも持っていかれないし、雨にも濡れないからな。あんたも、もし壺を見かけたら探ってみるといい。役に立つものが入ってるかもしれないからな。なるほどね。これだからドラクエの人の家に入って壺を割る、あれかな。ね、割らなくていいんです。割らなくていいと。街、ね、の中には至るところに壺があるんだ。ということなんだね。この壺の中にはいろんな素材だったりとか、いい道具が入ってるんでね。壺が蓋閉じてたら絶対下がってください。めったに手に入らないものも入っていることがあると、はい、一度取った壺もその後誰かが捨てるかもしれないんで。あの蓋がついてたらば、うん、はい。なんで今これ拾いますよ。何でしょう。何を手に入れた。地図薬ですね。おー、俺ね、こういうのゲームそうなんだけど、その違う方向に行きたくなるんだよね。あ、ストーリー進めたくなくなっちゃうタイプですね。そうだけど、まあこれは動画のあれだからちゃんと進める、ね、あのびっくりするぐらい行き止まりなんで。そうね、はい、右下にミニマップ出てますんでね。
もう犬コロよしよし、犬と話させてくれ、犬をめでさせてくれ。後ほど犬帰るんでそれまで待ってください。よかったよかった、ゴールデンレトリバーがいいな、この時代に。もうまあゴールデンはね、多分100年ちょい、現代から言って100年ちょいの歴史だから、まだこの時は犬種としては誕生してないけど、洋犬は入ってきてたからね。もうここでご飯食べれるんだろうか。そうですね、浜茶屋で飯食ってもらって。いらっしゃいませ。何しでしょ、寄ってってとかいう、あの人を呼び込んでる明るい雰囲気から急に真顔の怖い感じの、ね、ねちょっと俺サバはやだな、くず切り腹いっぱいにならないな、うん、もう甘党なんだよね。栗まんじゅう友の会、ああ栗まんじゅうはねいくらでも増えますからね、バイバインで増えちゃうから。地球が滅びますね。いちいち感想言うの、感想言ってくれます。食べるたびに美味しいかどうか言ってくる。ん、超うまね、なんでしょう、なんだ、大体顔見知りだろ。まあもしかしてさっき上司に歯向かったやつじゃないか。そんな街あるかい、あいつは上司を二人も叩きのまして捕まったんじゃ。栗卒やけど違う人じゃん。今頃もう首が飛んどるじゃろ。まあそうじゃろうな、けんどあいつがやったことは正しいぜよ。志の高い講師ですね、うん、ああ黒船が来て異国に侵略されそうになっちゅうのに、相変わらず土佐は変わっとらん、すまんの人違いじゃった。いや本人です。ああまあおまんもこの国を変えたいがやったら土佐勤皇堂へ入ったらええじゃ。お竹内先生は誰でも歓迎してくれるはずじゃ。まあいとこというか親戚だからな、竹内は隠れる許してるぞ。援護塾か、いかんな場所をすっかり忘れちまった。誰かに聞いてみるか。あ、寄ってって。寄ってっておじさんは何も知らんですね。また今度。これは祠か。はい。お地蔵さんか。お地蔵さん。倉庫。はい。アイテムがね、溢れちゃうんで。倉庫。お地蔵さんが倉庫なんだ。すまないが、剣後私塾って知らないか。ね、剣後私塾は聞いたことないの。そうか、わかった。ありがとう。いや、隠れ家を人が知ってるわけないですからね。うん、結構、町の人、村の人々も話してるな。ずっと喋ってますね。ん、正面に立たないと。あ、この人は喋らないってことか。今行きますね。何やら困ってるようだな。どうしたんだ。嫁から薪割りを頼まれてたんですが、どうも一人で割り切れる量ではなくて困ってるんですよ。あなた、よく見るとすごく力がありそうですね。もしよろしければでいいんですが、手伝ってもらえませんか。薪割り。俺がか、薪割りはしたことがないんだが。ボンボンだからね、龍馬は。そこは大丈夫です。ちゃんと教えますんで、お願いです。少しだけでもご協力を。お礼は出させてもらいますので。一本だけでもいいんです。お願いします。一本巻き割って何の役に立つん。仕方ないな。少しだけだぞ。あ、ありがとうございます。では、早速、待ち台の前に立ってください。私が補佐しますので。わかった。ということで、ミニゲームです。なるほどね。力が入る瞬間に斧が光る。はい、光ったらボタンを押せって。なるほどね。そして、スピードが上がっていくと。で、20本。1本200問で、うん、まあ、光ってないですね、うん、素敵です、うんうん、この親父の置き方も、うん、北辰一刀流の腕をこんなところで使うっていうね。こういったバイトもございますんで。巻き割りされたことあるんですか。すごい腕ですね。どうか力になれたらよかった。あ、これ今回分のお礼です。一本につき100文を渡しますね。だいぶ金持ちだなこのおじさん。割らないといけない巻きがまだまだありまして、もし時間が空いたらまた手伝ってもらえますか。なるほどね。何種類かあるんだろうな。
まあ、気が向いたらな。よろしくお願いします。今回ありがとうございました。お金稼ぎポイントです。なるほどね。それより剣護士塾なんですよ。とりあえずあの浜の方に行っても何もないと思います。不定浪人ですね。おい、おまんが坂本龍馬か。だとしたらなんだ。おまんも始末するよ、上司様から言われての。生きてるの知ってんのか。バレてますね。どんな手を使ったか知らんが、上司様に歯向かってのうのうと街を歩いとるとはな。吉田豊の名前出しゃいいだけだけどな。だがそれもこれまでじゃ。この土佐じゃ上司様が絶対なんじゃ。人の名前借りるようなことはこの龍馬はしないですね。あと経験値になるんでね。またねか、お前抜けや、その腰のもの。お、なんだ、倒した、ね、倒したってことか。レベル上がりましたね。なるほどね。まあ後ほどパリーデとかも覚えられるとは思いますが、まだね、捨て頃龍馬なんでね。強い、ね、くそ、ここ一旦来た。なぜ堅くなに剣を抜かないのかね、君は。まあ人をまだ殺したくはない。すまないが、剣護士塾って知らないか。剣護士塾？うん、確か千歳屋の裏にそんな建物があった気がするな。でもあんなボロ屋いないのよ。で、え、いいんだ、ありがとう。千歳屋ってここの裏か。ここ、ね、はい、あ、確かに裏入れますね。おかみ、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。何しようね。違うか。入れますね、ここね。行けるんだ。こっから裏口へ回れそうだな。予定機はいろいろさらんじゃきね。もうちょい先ですね。いや、ちょっとね、何が落ちてるかを見たかったの。剣護士塾ですね。そうだ、ここが剣護士塾だった。中でおやすさんが待ってるはずだ。高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやすさん、どうだ龍馬。傷にしみるかもしれんが、数年ぶりに飲まないか。とさずる。しかし、せっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の修行じゃ少年は鍛えられなかったか。土佐に帰るなり上司と喧嘩とは。まったく相変わらずだ、お前さんは。なるほどね。歴史用語をこうやってね、見せてるんだね。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かったが。どういうタイミングで出るんだろう。江戸とかも出るんだ。東京中心部。土佐の階級の強さは異常だ。どうやら修行の成果はあったようだな。しかし、あんなことをして大丈夫だったの。これ会話の履歴みたいのは見られない。ログは多分見られると思います。おやさんは土佐の賛成なんだろう。それが勝手に罪人を逃したと知れりゃ、下から足を引っ張る連中も出てくる。土佐のお偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札合子だ。面倒を起こしはしない。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまりわしとお前の間の身分だ。何かあればすぐ合子に格を落とされる。それがあの老番の最も恐れる事態だ。
そうやって権力にこびるようなやつは大した度胸もねえさ。そういうもんか。ああ、承服してくれます。お前みたいに後先考えねえで上司に対しても逆らえるやつの方がよっぽど怖い。国を預かる賛成としてはな。しかしこの場所も古くなっちまったな。ああ、だが俺にとっては自分の家も同然だ。バックボーンをもっと教えてくれ。思い出すな、もう10年以上経つか。来ました。ああ、うん、上司に身内を殺され行く当てを失った子供たち。じゃあ八平直太郎の息子ではないのか。そうっすね、桐生一馬要素をちょっと強めてるんで孤児ですね。わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。犯人は内緒でな。まあ実際の石田東洋もこういう塾やってたからね、うん、そこに岩崎弥太郎とか。そうですね、そこら辺が後藤翔次郎とか。さあどうしてだろうな。だが一つ言えるのはわしは土佐が大嫌いだってことだ。嫌い。ああ、土佐は階級が絶対的な国だ。武士だけでも上士、白札豪士、そして豪士の3階級が存在する。土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を与え、身分の壁を作ることによって藩の秩序を守る。随分現代的な考えなんだな。だが本来武士も農民も商人も女も子供も全ては同じ人間、差なんてねえんだ。ああ、だからわしはそんな土佐に恨みを持つお前たちを塾に引き取った。土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ、階級という制度に飼いならされた人間には変えたいという気持ちは生まれない。まあそれはね、変えられるのは怖いだろうから、ね、わしはな、龍馬、土佐を変えられる人間ってな、土佐を誰よりも愛し土佐を誰よりも憎んでいるやつだと思うんだ。お前は15年前上司に家を焼かれ実の親兄弟を失った。お前は、じゃあ権平兄やんとか乙女姉やんはいないの。そうっすね。そうなんだ。孤児の龍馬ってことね。そうですね。で、この湯者東洋がその孤児院みたいなのをやってたの。じゃあどうしておやつさんは藩の仕事をしているんだ。ふん、藩の賛成ってのは土佐の階級制度を守る立場なんじゃない。まあそりゃそうなるわな、うん、疑問に思ったことはこの龍馬すぐ聞いてくれますからね。土佐で最も身分や階級といった規律を重んじる男だ。表向きにはでも私立の東洋も飛び級でね賛成になってるからね、うん、急に吉田東洋を登用しましたからね。竹地にはもうあったか。兄弟に。兄弟。いや、まだだか。兄弟分ってことですね。あいつには重大な仕事をしてもらった。ヤクザの要素を背負いすぎてるんで兄弟分を兄弟って言いますからね。なあ兄弟って。おやすさんもそのおやすさんね。という組織を作らせた。あら、吉田東洋が作らした。土佐勤王と江戸いる間に作ってるんだね。今の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に500名。実際より多いな。勤王とは歌っているがその思いは一つ。史実だと300ぐらいあったかな。土佐の制度の崩壊が目的。よりちょっと勤王党がまあ強いというかですね。そうじゃ、勤王党の敵は土佐藩ということか。わしはな、龍馬、その勤王党の力で土佐をぶっ壊そうと思ってる。領土はどうなるんだ。壊す。
そうだ。わしがこの塾で息子同然に育ててきたお前ら二人。二人？竹内とですね。竹内半平太、坂本龍馬の手によってな。竹内も工事なの？まあ一応そうなりますね。龍馬。竹内に会いに行け。そして土佐勤王党に入るんだ。とにかく詳しい話は竹内にあって直接聞いてくれ。わしはそろそろ城へ戻らねばならん。そんな忙しい人がこんなところで。今兄弟はどこにいるんだ。道場だろう。さち前通ったじゃん。町で土佐勤王党の竹内といえば知らない奴はいない。だがすんなり会えるかは。どういうことだ。まあ浸水する奴らが多いんでしょうね。取り巻きか。そうですね。竹内に会えか。竹内道場に行っちゃいけないのか。どうなんすか。壺が、あ、よもぎまんじゅうですね。食えんのか、そんな壺に入れてあった、まあ、公衆便所で拾ったあのお弁当とか食えるゲームですから。さて、一旦セーブでもしましょうかね。よいよい、これね、居酒屋さんですね。いらっしゃいませ。こんなのも見て、これだけを眺める日々だったな。で、こっち行っちゃうとバトルで話が進んじゃうから、こっちは近寄らなかったけど、お、なんか絡まれてます。早くですね。せや、土佐勤王、土佐勤王、土佐勤王と舐め中華か。分かったら早く見かじめ出さんかい。見かじめって何なんでしょうね、幕末のね。全員偽物やろが。やかましい。もうこんなんで刀抜いたら大変だよ。そうす。いや、もう四十七士の思いはどうなるんだっていう感じでね。そんなこと、ね、ことあ、時代劇とかにあるような辻斬りとか、その試し斬りっていうのは実はそんなになかった。いや、江戸時代にもサイコパスはいて、はい、江戸時代とか幕末にその夜な夜な辻に出て歩いてる町人とか、あの、荷売り酒屋を切り殺、はいはい、屋台引いてるおじさんとかを切ったりとかっていう事例はあるんだけど、それはどの時代にもいる頭のおかしい。そうですね。たまたま刀持ってる人の分母がでかいっていうだけですよね。なんだけど、そんな、ね、侍だからってね、誰でも殺していいっていう法律ではなかったです。はい、まあね、まあ、龍が如くなんで、歌舞伎町でも、うん、あんなに殴ってこないじゃないですか。っていうことと同じデフォルメだと。そう、すぐビビビって来ちゃうからね。あんまり助けたい顔してないな、この人。まあ、しょうがないか。いい人なんでね、主人公龍馬はね。よし、いいだろう。はい、して。ちょうど自分の剣の腕を確かめたいと思ってたところだ。お前も抜くんかいっていう話ですよね。そう。で、スーッと逃げちゃうっていうね。ちょっと刀の構え方が。さあ。偽ってもう書いてあるね。偽戸崎。正体分かりましたね。じゃあ遠慮なく。連撃中に Y。はい、うわぁ、ひどい。お見事って出てるけど。お、かっこいい。豪傑。ランクがどんどん上がっていきます。もっと上があったのかな、畜生。あ、チュートリアルだと取りにくいです。そっか。もう完全に殺したと思うんだけど。死ぬ。もう峰打ちなんでしょうね。踏みつけの峰打ちってどうやるのかな。銃の峰打ちもあるぐらいですから。金の音とは一切関係ないって。本物の金物だったらね。知ってる。場所は知ってる。こちら、そろそろ用事歩き。失礼します。商人を脅してる暇があったんでしょ。大銭は欲しかったでしょ。お、島田弥平。さすがに見事な検査だぎし。わしは土佐勤王党の島田弥平いうものでね、お主の腕前拝見させてもらおうたぞ、坂本龍馬。あんた、俺を知ってるのか。
おお、その姿に何よりその剣の腕、間違いようない武市先生の言うてた通りじゃ。アギが。武市先生、土佐勤王党の名手、武市半平太先生。なんで、あれ、龍馬が初めて聞いてみたいなリアクション。先生の部分でしょうね。ああ、そういうことか。ああ、なるほど。先生か。あれほど文武両道にだけ信頼された先生はおら。まあ、土佐勤王党190何人、200人近くいるから全員は覚えてないけど、多分この島田兵は俺あんまり見たことないから、オリジナルかな。オリジナルですかね。顔もね、オリジナル感ある顔してますからね。わしらのような阿呆氏の生きる術を教えてくれてる。この国を変えるがは、武市先生率いる土佐勤王党しかおらんがじゃ。最近あの浪人たちが勤王党を名乗って悪事を働いての、わしらも困っちゃったところじゃ。お前ら倒せよ、しばけよ。武市先生がお主のことを探しゆう。武市が俺を。今、道場は稽古中なんじゃが、お主に特別入場許可が出ておる。別に、ただの剣術道場に入場許可も。門番がいるんですかね。はい、おたけ先生に会うてくれ。門番にも話を通しておく。土佐勤王党の入門を管理してくれるはずじゃ。まあ、史実ではこの、連番上に、加盟は龍馬9番目なんだよね。うん。もう今、手前に8人いるんでしょうな。こう竹内先生の竹内道場ですね。竹内先生がお持ちじゃどうぞ。なんか何が悔しい、何が悔しいんだ。一回追い返したくそうか。お土佐勤王党怖いな竹内。お前中野秀夫か、はい、なんて銃なの。やっぱこれからは銃の違う時代ですね。とはいえ、しかも拳銃じゃねえか。貴重だぞ。貴重ですね。ライフルより貴重だよ。やっと戻ってきやがった。龍馬。土佐勤王党名手、竹内半平太。竹内先生、もしかして、こん人が。ああ。以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟分であり土佐最強の剣士、中野さんちょっと発声が坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。ん、お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやさんと剣後四塾が話した。東洋のおやさん、そうか。なら話は早いな。もうこの龍のヤクザ世界とこの幕末のフュージョンっていうのは笑っちゃうな。やっぱどことなく面白い。でもちょっと面白い。うわ、なんか入れ墨消してんの何これ。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。あんたでしょ筆頭は。筆頭ほいたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか。9番目ですけどね、史実では。まあ、ただ加盟順だからね、席次じゃないけど。絶対揉めますよね、そんなんね。揉めるね。で、竹内はその白札って言って上司と豪士の間の、つまり豪士よりは偉い価格だ。白札豪士ですね、うん、そうそう。で、龍馬は豪士だからね。で、勤王党には上司もいたからね。筆頭にすると言った時の連中の反応も。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきた。あんたがそうしてるのでは。名手なのでは。になったろうぜ。常に上司裸なのに。服着てほしいっすよ。なんだよ、それ。あれぐらい。それで、勤王党員とか龍馬とかは土佐弁喋ってんだけど、竹内先生は何だろうな、江戸弁というか。江戸ですね。竹内がずっと拳銃をこう、あ、拳銃かメンテしてるって。ウージー持ってるのかと思って。ああ、ひどいね。痛みはねえさ。まあ後だけは派手に残っちまってるからな。
まあ、これ使わなくてもいいんだけど、中野秀夫ってこんなに下手だったっけ。謝んなって言ったろ、いつの話だ。だマイク前がね、あまりかもな、ないっていうことですね、うん。声優ではないってことだよな。発声もね、ちょっと素人の発声でも、いつの話だって TU になっちゃって、いつの話だ。上司による焼き落ち。目の前で両親と家が焼け落ちるのを見せ、ここら辺がやっぱとんでも設定なんだよね。その史実の龍馬知ってると、お父さんとお母さんと義理のお母さんとのいい話がいっぱいあるのに、あとお兄ちゃんお姉ちゃん、まあ、龍世界だとやっぱりこう主人公何も持たざるものじゃないと。そうね、兄弟も親、もう兄弟って呼んでる時点でもう任侠そっちの筋の人だもんね。割とだから一個前信長やってる時も俺の中滝先生は兄弟って思ってた。あ、そうなんだ。あの日、ただまあこの龍の実在の俳優の顔形当て込んだっていうのはやっぱり一つあのエポックメイキングなとこだよね。そうですね、 V シネ感がやっぱ出ますよね。そう、没入感がやっぱりだいぶ高まる。あと認識しやすいですね、うん、キャラクターを。うん、あらかたの話は聞いた、だが実際と何をする気なんだ。土佐藩の天守、高知どうして。史実より3倍ぐらい増えてんな。襲撃だと。やっぱねクレッシェントした方がね、誇張しすぎた。そうね。戸崎の音なんですね。城を包囲してね、金の音に勝つのは何の調整に伝わる。この地引きって時々出るのは何だろう。だって用語が多分分かると。あ、なるほどね。はい、影響迫るんだよ。ダメージ、老人たちがそれを拒む。例えばこう、このお話、ちょっとまあね、イムさん、2ヶ月空いたりとかしてるじゃないですか。うん、久々にやる人が、あれ、今回の作品を取ってっていう、例えばここで、地引きって押していただくと、解けた、これか。そうですね、上司ってなんだっけっていう人。なるほどね。武士の中でも上位階級って言ってくれるんで、ってことじゃよ、また、すぐそこに迫る危機。命の危険を感じて初めて上司演長は自分たちの考えの浅はさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すね。そのぐらいの荒流事が必要ってことじゃないか。なるほどね。黒船が初めて。まあやっぱりそのプロの声優さんとね、声の出し方がやっぱ違うんだよね。この手のゲーム収録って机に向かってこうやって撮ることが多いんで、この状況で距離感出すのってやっぱり、なるほど、うん、特殊な技術だと思う。プロなんだね、やっぱりこっちは。空手黒帯ですからね、黒帯さん。それと何の関係が。フィジカルが強いな。なるほど。やっぱりその行頭の話し出しっていうのはちょっとね難しいからね、訓練しないと。そうですね。そうだ。だがもう剣が役立つこともなさそうだ。早いですね、気づくのがね。どうしてだ。あんだけ緊張と練習。剣で人を切るという時代は終わるんだ。実際さっきお前もピストルの練習。ピストルって知ってんのか。まあ、龍馬手紙にピストールって書いてたね。なんかもう知ってるピストルなんでしょ。うん。自分には剣の才がないから。剣はいくら教えても才能がなければ上手くなる。身も蓋もない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力。戦国時代はやっぱ武士は弓だったんだけど、だんだんそれが槍刀になっていくのは、弓はこの今武市先生が言った通りなんでね、練習しないとそうですね、ダメで。でしこう、どれぐらいの弓が引けるかっていうのはね、生まれながらの腕力とかにも左右されるし、だけど槍は槍自体が長ければ振ればいいっていうね、みんなから田んぼをこう叩くように、ね、そう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 、身分という壁がない。まあシリアスないい話をしてる傍らでこっちは
の槍で暖房叩くって。だから俺は、ため、源の為朝のね、弓なんで、ね、そう。5人がかりじゃないそうそうそう。一人じゃ引けないっていう。まあ、船5隻落としたっていうんですけど、ね、一人やでね。シャア。ルーム戦役のシャア。為朝も怖いです。兄弟。兄弟って言ってくれるの。面白いですね。ここでもらうのか。俺このレプリカ持ってるよ。これのっていうか、ああ龍馬が史実で持ってたっていうスミス&ウェッソンのレプリカ。ちなみにこの、維新が出た時も、レプリカのスミス&ウェッソンと、この龍馬の刀のレプリカがついた限定パッケージ。刀は何かの吉行かな。吉行です。と一緒に支えてくれ。杯的なね。まあこんなもろ花塗りの人を前にしてちょっと断りがたいよ。怖い。ええ、あ、わかった。そうか。先日事務所の配線工事があって業者の人が来ててなんか物をどかさなきゃいかなくてなんか俺がちょっとポッとどけてなんか重いなこの袋と思ってなんだろうっつってパッて何気なく出したらこの銃だったそれで業者の人がえっつって怖がってモデルガンですモデルガンですそうかモデルガンアーミーがそれじゃあ人間の手で少し時間を潰してですねすぐ支度していく。まあでも、諸肌脱いでますからね。着ないとね。モデル2でしたね。おいいのがありましたね。火炎弾。はい、特殊弾が撃ってますね。大丈夫、支度が進むまで飲んで時間を過ぎる。すぐ酒飲む。ぶつかりまくってんだよな。じゃあ、何しようかじゃん。あ、ヤスケですかね。やへか。名前間違えちゃって。まあ、これが楽しみだろう。チノとシラゴーシのチボジャチ。ね。目的地はヨイヨイですね。こんにちは。どうもいらっしゃいませ。まあ、土佐だから、カツオのたたきだ。つまみから行くんですね。飲まない主義。よしだ。一時感想言ってくれます。本当だ。またいま続けて注文できない。あ、そうなの。まとめては四角で確か選んでください。お、あ、どうした二席のとか。なんかちょっとネームとかな。そうでもなかった。ロゴ。浪人ですね。おまんが龍馬が。そうだが。随分とうちの若い者を可愛がってくれたようやの。お金出ましたが商売上がったりじゃ。商売。悪いがここで死んでもらう。おまんは運が悪かったかよ。よろしゃすんじゃないよ、鬼でぶっ殺しちゃで。銃使えって、はい、銃のチュートリアルですね。これからの時代は銃ぜよっていうね。硬い。こちら、乱舞の方でございます。斬撃と銃撃を、両方使えると。あと、コンボが取り入れにくいので、近づくまでの間、ずっと銃でコンボ途切らずに置いてっていうので、ランク上げやすいって。まあ、なかなかいいファッションセンスだけど歌舞伎もんですよね割と、うん、だ銃だからねだから弾はもう度外視してるけど弾数はくそお前ちょけこの頃まだ前褒めなんで大変なんですよねリモートね
妙なことで時間食っちまったな。今の立ち去り方が本当終わりの。ありがとうございましたっていうね。ピンクとかなかなか すごいな。もう毎日なんか一歩歩くごとにこんなバトル。何か言おうか。アクション RPG ってそういうもんだなって。ネームドの匂い。誰だ。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は誰だ。土佐勤王岡田伊蔵。シュッとしてんの。龍が如くでいう錦のモデル。忘れちゃってんの。ワンにもラスボスです。そうか。明智先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭優雅じゃ。許せないね。先生の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたら伊蔵、おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちゃうんですよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらうやないか。剣客って言ってんのはなんか細かい。俺のポイント高いな。剣客って言われ、刺客って言われちゃうと刺客って言いたいですね。そうそう、剣客商売って言われると違うですよね。違う違う違う、うん、どうやらお前には手抜く必要がねえよ。真剣でやり合うっていう。殺伐としてますね。してますね。やべ、ああ強い。どうぞうまく防御していただいたりね。今 LB 効かなかった。お、やるなあ。この囲み方も新選組側のやり方ですよ。なぜここでお前リボルバーを使わないんだ。もうこれやれば使えますよ。そうか、防御しよるな。踏んじゃった。踏んで乱暴ですか。おお。やっぱ伊蔵はなかなかやるの。まあ、こっち銃使ったしな。まあ、銃ですから。まあ、おい、伊蔵とか言ったね。知らないんだ。この龍馬は知らないです。家焼かれてるんでね、出会う機会なかったんでしょうね。人が切りたくて勤王党にいるんだったら、今すぐ抜けるんだな。竹地の兄弟が作った勤王党は、そういう組織じゃねえ。きちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるなら、いつでも相手になると。強いことだな。止めろよ。そうだよ。ああ、起きてる。1年前より確実に強く。1年会ってないのかよ。江戸行ってましたね。どうなってんだあの連中は。勤王党の名がなくせ。あれが土佐豪氏の現実なんだよ。現実。まあね、私立の伊蔵は豪氏でもないからね、足軽だから。教育受けられない。そんな彼らにとって勤王党は唯一の希望であり、誇りとなってる。
だからいきなり筆頭になった俺をやっかんだってわけか。許してやってくれ。彼にも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。竹内先生ずいぶん解明的だな。解明派ですよね、うん、この竹内は。中井町民が言うようなことを言ってる。すでにまだ割とギュッとした結果、中井町民の要素が竹内に宿ったなんだ父さん。金の塔もそしてまだまだ半端もんだって。よし、それじゃあおやすさんのところに行こう。お前の準備はいいか。まあお店寄ったりもできますしね。ちょっとよもぎまんじゅう買っとくな。それじゃあ準備ができたら教えてくれ。その辺の壺の中に傷薬捨てられてるかもしれないですけどね、うん。まあ、おじきんとか会いに行くだけでおじきとバトルにはならねえだろう。まあ、おじきの取り巻きとかいたら急に怒られたりする。いいよ。ああ、行こう。城は俺が案内しよう。ついてきてね。城に行けんのね。まあ白札だから実際城には行けたけど、走っていいのか。ゆっくり歩きたいときはあるボタンとかを押しながらとゆっくり歩けますから。竹内は来てんの。ゆっくり歩いてます。ついてこいよ。江戸での修行はどうだった。違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。答えろよ。どうした。ぶつかった。それにしてもお前さらに強くなったじゃねえか。その腕当てにしてるぜ。人間の評価基準が強さというあたりにこうドラゴンボール味を感じますよね。子供の頃雨の日に鏡川で上田登ってて、お有名なエピソード。ふんどし流されて大変なことになってるな。大して面白くない話。雨の日なのに泳いでんのかって言われて、どうせ濡れるんだから一緒じゃっていう話なんだよね。どうした、ユマ。いきなり日が暮れた。シレに登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったんだな。詩人ですね。うん。俺もまだ数える船しか来たことはねえ。ギこれで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、リオマ。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合子に合子、そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ、おやさん、金の塔はもう高知城包囲の準備はできています。恐ろしいこと言ってんな。個人情でね。わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。ずいぶん急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝、金の塔は500人全員を武装させて城を囲め。上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。ちょっと今日本語変だ。そんなに簡単に行くものなのか。言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただし、その前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ龍馬。
お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああそうだか。アンペイタ筆頭に任命したのは普通に受け入れてる。そうです。何か受け入れてるかとかは分かんないですからね。この計画が成功し老人たちが消えた後、老人っていうほど老人じゃないんだけどな。まあ、上役っていう意味合いでね。坂本龍馬という人間は、金の塔の筆頭にふさわしい男だとは思ってた。あだたんやつだの話だな。何を言い出しきですか、おやさん。前から、俺と龍馬とおやさん、その三人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんならいつだって降りる。今日も完全な江戸弁だな。役だ言葉ですかさ、うん、どういうつもりなんですか。あだたんっていう意味だよ。そう、そういうこと。わしの真の考えは誰だ。誰だ。うん、もういきなり飽きさせないね。東洋死ぬ前、おい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 、二人揃って何やってんだよ。あまりのこと。そんなんだとお前大宮でやられちゃうぞ。あんなに逆けさで腹真正面から切られてて。龍馬、お前はさ頼む。頼むって言われても揺れましたよ。医者でもないし。誰がこんな真似。まずこの屋敷にそうやすやすと入らしてる時点で。いいか、龍馬。これで東洋殺しの嫌疑がかかる。なるほどね。お前がわしを殺した。うまく繋いだな。思われちまう。説明してくれてる。未来はお前に託した。おやすみ。おやすみ。見られちゃったし。吉田様、おまんは、おまんが吉田様を。ちゃんとこのモブが三ヶ島で山内の家紋だね。きれい。そうですね。このものを切りて。ちゃんとしてますよね。うん。所属が分かりやすくてより。逃げろって言ったのにね。素手。それじゃあ、構えが全然肩抜けますんでね。使ってるスタイルが熟練度上がってくるので。うん。使いやすい肩を上げていくと良いと思います。そうだよね。おう、ちゃんとろうそく殴ると暗くなった。切られました。これか、違う、あ、こうか。刀でいく感じですか。ああ、銃が今一つ。銃だけって意味だね。二刀だと。その方がいいね。これか。お。あ、俺この QT 苦手なんだよな。曲がるよ。うん。くらなんでも。やっぱ吉行は丈夫ですね。そういうことかな。いや、これ収録じゃなかったら俺ね、今のロード全部一件一件見てるよ。わかります。全日も。何があった。あいつは、あいつは、ここにいる連中を皆殺しに。誰だこいつ、まさか真鍋明勝。それ別のゲーム。それライズオブザロー。気をつけろ、ローマ。そいつは、サバエだな。真鍋。メガネしてたらバラペですね。
これは防御が必要そうだな。そうですね。あと機動力高いんで両手剣の両手の方っていうのでやるのもランブで行くのもやりやすいかと思いますね。おお、まだそこら辺使いこなせてないな。野立ちってこと？いや、普通の銃と、うん、僕は割とあともう今クソピンチです。防御したんだ。話しやすいんだね。割と防御するゲームではないかもしれないと僕は思う。うん、なるほど。結構イニシアチブ。どうした？危ない危ない危ない。急な QT。あ、よかったですね。極みはなんかこういうバトルの大技が出やすくなってるはずなのに、俺がまだ操作を理解してないか。兄弟、竹地って言えよ。そうなんだよ。いいっすよね、兄弟。そんな火が広がる？油撒いてた。撒いてたんでしょうね。青鬼め。いや、青鬼じゃないんですよ。ライズ・オブ・ザ・ローリンの青鬼に引っ張られてる。誰なんだろうな。あの、ネタバレしなくていいけど、はい、オリジナル史実正体は。オリジナルだと思うんですけど。っていうより、それの正体を探るというのが本筋ですね。あ、そうなんだ。死んだ。どうなんだ。俺が殺したことになった。悲しいですよね。ね。兄弟。で、ここ史実かフィクションか曖昧なとこなんだけど、実際龍馬吉田豊を殺してないんだけど、殺したっていうふうに被ったっていう説もあるんだよね。あの福山龍馬のタイガーではそういう説だったよね。そのタイミングの実はリリースの作品でもあるので、そこは欠けてると思います。あ、そっか。うん、あの老人連中の誰かだ。その老人連中が気になるのは深尾かなえとかそういうことなのかな。じゃあ陽道より前の分家とか。ですね。あの覆面の男を捕らえればわかるか。多分な。俺はあの覆面の男を。気になるもんな、あいつ。で、あいつのバトル面白いし。構えもね。うん。それを追いかけてお前が藩を抜けたりしたら、お前がどういうこうやって繋がっていくのね。もう脱藩しろって言ってるようなもんですよね、こう書き方がね。城の連中は俺がおやっさんを殺したと思い込んでいる。どの道を追われる身だってことだ。龍馬。まあ確かにロバートが絶対に収録までやらないでくれっていう意味わかるな。確かに素でいろいろ出てきてるもん、俺のリアクションが。とにかく城出よう。早いとこ上空。うまくフィクションの物語となんか史実をうまいこと絡めてるよね。うん、で、それが幕末とか坂本龍馬をまあまあ知ってるファンが楽しめる要素だぜ、ね、全く乖離してると、もう最初俺その龍馬が来いって聞いた時にえっ、ー、と思っちゃったけど、はいはい、こうちゃんと史実とオーバーラップしていくのかっていう面白さがある。で、このおやっさんのモデルをやってる風間っていうキャラクターが龍馬のとこもいるんですけど、うん、なんでその風間殺しの罪を着せられて投獄されるっていうのが、じゃあ龍のファンもニヤリとできる。そうなんですよ。いや俺ね、2ぐらいまではかなりやったはずなのに、物語はもう忘れちゃった。もうあの1の藤原良明の印象が強くて。才能川屋のです。そう、花屋だっけ。才能花屋ですね。俺らはここに残って役人に事情を説明する。で、こういうとこがちょっとそういうのはあの史実の竹地っぽいんだよね。なんかこういう、そうですね、なんか無駄だ。もし開けばいけるって思う感じとか、そう、藩とかそのシステムとかを大事にするっていう。だが俺は
お前が生き残れるならそれでいい。ところどころ中野さんのセリフがよれてるのがね、やれてる少し、そうかそうか。土佐を変えるには、俺かお前、どちらかが生き残って、金の塔を率いていくしかねえんだ。だから、龍馬、お前は逃げ延びて、金の塔。龍馬を縛り付けないでくれ。強火にしないで、この龍馬は思い強いんだから。そういうことなら答えは一つだ。あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならね。龍馬、お前、藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟も勤労党もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ。父さん、おやっさんの意思をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬、おい龍馬、お前どうする気だ。おい、龍馬、まあでも京都にいたら信と戦えるんですね。お前ら、三世吉田東洋様を殺した男やな。死に許せ。でもみんな山内の三つ頭を背負ってるのおかしいんだけど、ね、それ山内さんだけだから。そうですね。もうどっちかの、あの大門みたいな。そうね、そういうことなんだよ、まさに。あ、バトルもしかして。世の人は。お、急に。我を何とも。言わば言え。急に我がなすことは龍馬が17歳の時に読んだという。天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。なんとも言わば言えって言っといて。だから、それを信じてもらおうとも思わない。だから、だから俺は土佐を抜ける、うん、どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何を、まあ、それくらいおやっさんとの兄弟たちまた会いたじゃ。突然の土佐で、うん、そして脱藩急に。今振動でしたね。今パカンっていうこと。和霊神社から伊予の国に抜けるんじゃないのね。